少し昔、四国地方にある、とある小さな村の小さな学校に、四国メタン、というそれはそれは可愛らしい、女の子が転校してきたそうな。メタンは器量だけでなく、気立てもよく、何事にも一生懸命に取り組むので、男子にも女子にも先生にも好かれ、すぐに学校中の人気者になったそうな。そんなメタンじゃったが、転校してきて1ヶ月が経った頃、顔色が悪くなり、どうも体調の悪そうな様子を見せるようになったそうな。メタンちゃん、どうしたの？近頃、いつも苦しそうだよ。お腹が苦しくて。お腹？実は、私、おならを我慢していますの。え？おなら？はい。転校してきてから、この1ヶ月、皆さんに嫌われないように、ずっとおならをしないようにしていましたの。ふふふ、なんだ、そんなことだったの。おならなんて我慢する必要ないよ。思う存分したらいいと思う。誰も気にしないよ。そうかしら？そうだよ。おならなんて誰でもするんだし。そう？それでは、お言葉に甘えて。え、服を脱ぐの？そうしないと、おならの勢いで服が破れてしまいますわ。はっはっは、大げさだな。それでは、さあ、ごめん。うわ、もっと可愛いのを想像してたけど、ヘビも大歓喜するのね。しかも、かなり臭い。ニンニクでも食べたのかな。つむぎちゃん、平気？臭かったら臭いって言ってね。大丈夫。全然臭くないよ。気にしてないからね。そう？じゃあもっと思い切りしてもいい？え、もっとって、今してるのは？スカシッテよ。スカシッテでは量が出せないから、まだお腹が苦しいの。全然すかせてないし。あ、ダメ。もう我慢できない。大きいの来る。出ちゃう。3, 2, 1, 0。 あー！うわはー。ようやくすっきりしましたわ。あれ？つむぎちゃん？つむぎちゃんはどこ？こら、四国。なんだその猛烈にでかいヘは。カスカベはお前のヘに吹き飛ばされて、お星様になってしまったぞ。キラキラ。そんな、つむぎちゃん、つむぎちゃんが。こんなでかいヘをする生徒は初めてだ。お前のヘは狂気。いやかく兵器並みの兵器だよ。お前は退学だ。この学校には置いておけん。そんな、退学はひどいですわ。うるせえ、うるせえ。ケツから特大メタンガスを噴射するやつが同じ教室にいたら、他の生徒が危険なんだよ。退学、退学、退学だ。出て行け。こうして退学を言い渡されたメタンは、それはそれは落ち込んで、とぼとぼと教室を後にしようとしたそうな。その時、さっきまでメタンを叱っていた先生が、急に呼吸を乱し、苦しみだしたそうな。ハフハフハフ、グオー、苦しい、グオー。どうなさったんですか、先生。持病の心臓発作だ。ハフハフハフ、苦しい、苦しい。救急車を呼んでくれ。ハフハフハフ、死ぬ、死ぬ。大変、救急車なんて待ってられないわ。私のバズーカで先生を病院まで届けます。何？そんなバカな。ハフハフハフ、行きますわよ。こうして病院へひとっ飛びで送られた先生は、早期の治療のおかげで一命を取り留めたそうな。担当したお医者様によると、病院に着くのがあと5分でも遅れたら死んでいたかもしれなかったそうな。この話を聞いた学校の先生はメタンに何度もお礼を言って、メタンの退学を取り消しにしたそうな。それからというもの、メタンは村一番の英雄、ヘッコキのメタンとして称えられ、いつまでもいつまでも村の人たちに語り継がれたそうな。めでたし。
めでたし